ルザーマウスともかくです。ということで、昨日ね、あの映画見てきました。あのマトリックスのね、あのレザレクションズね、あれ見てきましたよ。あの結構ね、ここのところ楽しみにしていた映画で、あの賛否はね分かれてるみたいなんですけれども、まあ、個人的に結構楽しめました。ただね、あの一元さんお断りの内容になっていて、これからねちょっと見ようと思われる方はやっぱりね 1,2,3 ちゃんとね復習していった方がいいと思います。あの僕はね最初のマトリックスとあの2本目のねリローデッドは本当に大好きで、あの学生時代何回も何回も見てたんですけれども、あの3作目のねレボリューションズはねいまいちこう、まあ、一応完結編という形だったんだけどピンとこなかったっていうこともあって、今回ねもちろんリアルタイムではね見ているんだけど復習もせずに見に行ったんですね。でね結構ねその点でね、あの今回のレザレクションズちょっとね分かんない部分とかっていうのもあって、結局レザレクションズを見た後昨日の夜家帰ってきてあのレボリューションズを見直すみたいな感じになったんでね、やっぱりちゃんとね 1,2,3 見直してから見た方がいいと思いますね、はい。ただあれはどうだろう、いわゆるこうマトリックスリアルタイム世代じゃない人にあれがどれだけ支持されるのかっていうのは結構ね微妙なところかなとは思いましたけど、でもまあその世代の人間としてはね結構楽しめました。おすすめです、はい。で昨日はその後ね家帰ってきて M1 見るっていう感じでね、まあ、なんとも年末という感じですよ、本当に年の瀬。まあね、そんな感じで今日も一本動画作っていこうと思います。はい、どうもこんにちは、もかげです。ということでね、今日はあの久しぶりにダヴィンチリゾルブ会ということで、この室内での撮影にあのブラックマジックデザインの BMPCC4K っていうのを使い始めて、早ま10日ぐらい経つわけで、あの最初の頃はね、まあ、本当にこう右往左往したというか、全然ねコツがつかめずに、あのなかなかこう思い通りの絵っていうのがあの作れなかったんですけれども、やっぱりここのところね、だいぶこうその傾向っていうのも分かってきたというか、まあ、自分なりにこういうことをやってみたいなって思うことがだいぶこうあのイメージに近い形でね、まあ、作ることができるようになってきて、やっぱりこの BMPCC4K の一番の特徴っていうのはやっぱりブラックマジックローっていう12ビットのローで収録できるっていうことで、ただこのブラックマジックローっていうのはこの撮った段階ね、撮って出しの状態では今ご覧いただいている映像のようにいわゆるこう眠たい映像なんですね。もう色もほとんどないしコントラストも薄い、そういう映像なんですけれども、このデータっていうのをそのブラックマジックと同じように出している編集ソフトのダヴィンチリゾルブに持ってきて、そこでねカラー補正をすることで、まあ、このような形で色や光のこう様々な情報っていうのが戻ってきて、いわゆるこうルックっていうのを作ることができるようになるっていう、そこがやっぱりこの BMPCC4K でこうブラックマジックローで撮影して、でなおかつこうダヴィンチリゾルブで編集するっていうことの最大の利点なんですけれども、今日はね今ご覧いただいている映像っていうのが、まあ、どういう形で作られているのかっていうのを、あのダヴィンチリゾルブの実際のね画面っていうのを見ながら簡単にご紹介してみようと思います。ただね、あのご理解いただきたいのは、あの僕はあの決してあのプロのカラリストっていうわけでもないですし、あの動画制作っていうのを生業にしている人間でもなくて、こうあくまでこの YouTube で公開するためにあの動画を作っている人間 でしかもまあ毎日ね動画を更新しているっていうこともあって、そのいわゆるプロがあの例えばこうテレビ用だとか映画用とかにするような手の込んだカラー補正っていうのはそれはもう当然できないんですね、まあ、そうじゃなくて、まあ、どちらかというとこう YouTube 用に特化したような、いかにこう手間をかけずにあのそれなりのルックを作るのかっていうのが、まあ、僕なりのテーマなんで、そういったところも含めて今日はね簡単にご紹介できればいいかなというふうに思っています。じゃあね早速ね今ご覧いただいているこの映像のルックっていうのがこのダヴィンチリゾルブでねどのような形で作っているのかっていうのを実際の画面を見ながらご紹介してみようと思います。はい、ということでね今これご覧いただいているのが BMPCC4K のブラックマジックローで撮った、まあ、撮って出しの映像なんですけれども、こっからね、編集を加えていって完成まで持っていこうと思います。でね、まず最初にすることなんですけれども、これをまあこうレクタ709のカラースペースに合わせていくことをします。でこれねいろいろといくつかやり方があるんですけれども、ここでクリップっていうのを選んで、ここのカラースペースっていうのをレク709当ててしまう
そうするとこのような形でだいぶこのレク709のカラースペースに合った色が戻ってくるという感じなんです。こっからまあ作っていってもいいんですけれども、最近はね僕はこれもうラットを当てることっていうのを覚えてしまいました。ダヴィンチリゾルブにはこのブラックマジック 4K で 4K 用のラット、公式のラットっていうのがいくつかあって、特にこの辺ですね、ブラックマジック 4K フィルムでレック709に変えてくれるものっていうのがいくつか用意されているので、これをねもう使ってしまうことがほとんどです、なのでこれをまず最初に当てます。じゃんと、そうするともうこんな感じでだいぶ雰囲気が変わってくるというかね、これがまあ取っ手出しの状態で、これがまあラットを当てた状態っていうことで、肌の色もそうですけれども、背景のねこのブルーライトもかなりこう戻ってきているのが分かると思います。ここをスタートにカラー補正していくっていう感じですね僕は。なのでこうバーッとこうだいたいまあ5つぐらいねノードっていうのをまず作ってしまって、なので最初にここねラットっていう風に名前をつけましょう。はい、普段はね僕はあまりこういう名前つけないんですけれども、今日はちょっと分かりやすくするようにつけていきます。でその次なんですけれども、ここで僕は、コントラストをつけます。でそのねコントラストを作る際なんですけれども、この状態でねカラーの状態で、この辺のプライマリーのコントラストっていうのをいじっていってもいいんですけれども、ちょっとねどうしてもねこれだとねコントラストが分かりづらいっていう感じなんで、一旦ねこの RGB ミキサーの方行ってモノクロに一旦します僕は。でこの状態からコントラストっていうのを触るとモノクロになる分ね、このコントラストの具合っていうのが分かりやすいんですね。なのでちょっとこうコントラスト上げるような感じですね。これぐらいに持っていきましょう。はい、で一旦ここまで戻ってモノクロを外すとこういう感じの色目になるんですね。まあ、こんな感じでねコントラストをまず作るという感じですね。これがビフォーアフター、もうこれだけでだいぶ変わってきましたけれども、で次この3つ目のところで、僕はねこれ名前は何でもいいんですけれども、今回こう便宜的にこれスポットっていう風に作ろうと思うんです。どうしてもこの BMPCC4K で撮影していると、マイクロフォーサーズっていうこともあって被写界深度の浅い映像っていうのが作れないっていうこともあって、この映像ってこう基本的にね、この後ろの絵とかこの辺の本棚とか本来こう飾りでしかないものっていうのにもこうバッチリこうピントが合ってしまっている状態で、この辺が結構こうノイズ、情報としてのこうノイズになってしまうんで、この辺こうなんだろうフルサイズカメラとかっていうのを使っているとね被写界深度浅くすればいいんですけれども、 BMPCC ってそれがまあできないっていうこともあって、ちょっと疑似的にこう視線誘導するために、具体的にどういうことかと言いますと、このウィンドウの方に行ってもらって、ここで丸型を選びます。そしてこの辺をこうぐーっと広げていく感じ、こんな感じでいいでしょう。でここのね日の丸マークをポチッと押します。そうすると本来だったらこれってこのウィンドウの中のものっていうのを選ぶような形になるんですけれども、この日の丸マークを押すとこれがこう逆になるんですね。円の枠の外にあるものっていうのをこんな形でこうグラデーションにすることができるんですね。でその状態で、このカーブのところに行って、これをもうグーッと下げちゃいます。グーグーグーと半分ぐらいまで下げちゃっていいと思います。そうするとどうなるのかっていうと、ご覧の通り僕のところの光量っていうのは変わらないんだけれども、今このウィンドウで選択したこの背後の部分の光量っていうのがグッと落ちるような形になるんですね。こんな感じで、なのでこれがビフォーでこれがアフターですけれども、こう簡単にこう視線誘導が作れるというか、はい。で例えばここでさらにちょっとこうサイドなんかも落としてみるみたいなね、こんな感じで光の量だけじゃなくてこうサイドも落とすことによってだいぶ視線誘導っていうのが測られるというか、こんな感じでね、スポットライトを当てているわけじゃないんだけれども、こうそれに似たような効果っていうのが、簡単に作ることができるっていう感じですね。もう結構この段階でいい感じじゃないですか。これが取っ手出しの映像ですけれども、この3つラットとコントラストとこのスポット効果を当てることでもうこれだけ変わってくるということで、やっぱりねこれがねやっぱりブラックマジックローのいいところですね。で次なんですけれども、ちょっとこのね背後のね青のライトっていうのが個人的にちょっとこう強いかなと思うんで、これをちょっと落としていきます。でその落とし方っていうのはいくつかあるとは思うんですけれども、僕はこのカラーワーパー、こ
このカラーワーパーがねすごく好きなんですね僕。これでこの辺の青っていうのを選んで少し落としていきます。そうするとこのぐらいでいいですか。そうするとだいぶこう青の具合っていうのも抜ける感じでね、いい感じじゃないでしょうか。この辺はこう例えばこうこのあのカーブのところの、色素 VS サイドとかっていうのを選びながらこの辺のこれを選択してグーッと下げてやるとか、あの色っていうのを落とすっていうのもお手かなとは思うんですけれども、これカラーワーパーを使うことでね、あのただ単純にこの青を落とすっていうだけじゃなくてちょっと 色を変えることっていうのもできるんですよ。こんな感じで、あの元々はブルーだったのをちょっとこう紫目にしてみたりだとか緑の方に寄せてみたりっていうこともできるんで、この辺はここカラーワーパーのいいところかなと思います。あの実際のこの RGB ライトっていうのを変えなくてもこのブラックマジックローだと変化させることができると。でこれちょっとこう背景の色っていうのを整えつつで、次5番目のところでここであのスキントーンを作ります。このスキントーンを作るのが結構あの一番個人的には手こずったっていう感じなんですけれども、今のところね僕がやってるのはやっぱりこのスポットツールっていうのを選んでここで肌を抜き取ります。ただねこう肌の抜き取り方なんですけれども結構ねあのまあ難しいというか、その時はねこういう感じでね一旦こう肌だけ軽く取った後このフェザーっていうのを選んでちょっとこう足していくっていう感じ。そうするとねこのフェザーを選ぶことによってこのなんだろうグラデーションの枠っていうのがね自動的に作ってくれるんですね。あとはこの辺のパラメーターで特にこうプレフィルターだとか、あとはこのブラーラディウスっていうのをちょっと上げながら肌のこう影とかっていうのが綺麗になるようにしていきます。まあこんな感じでいいでしょうと。でこっからねスキントーンを作るんですけれども、僕ねこれねスキントーンっていうのがやっぱりねなかなかこううまく作れないというか、あのやっぱり難しいんですね素人には。で僕がねもう簡単にスキントーンを作るときにやっているのはまずこのベクトルスコープのところでこのスコープでこうベクトルスコープを出しながらこのスキントーンインジケーターっていうのを出すんですね。そうするとここに1本の線が走るんですけれども、これがまあスキントーンを表しているんですよ。でこの分布っていうのをこの線上に来るようにしながら僕はねもうねもうこのカラーブーストでやっちゃいます。はい、カラーブースト、まあ、なので、ね、同じようにこうサイドとかっていうのを使ってもこのスキントーンっていうのを足していくことはできると思うんですけれども、僕は個人的にはこのカラーブーストっていうので上げていくことが結構多いです。であとこのミッドっていうのでねちょっとこの辺の肌の具合っていうのをソフトにしながら、まあ、こんな感じで作っていくっていう感じですね。これがまあスキントーンかける前とこれがスキントーンかけた後っていう感じで、あの印象としてねこのウィンドウだけを見ているとかなりこうスキントーンがきつく出ているように見えるんですけれども、この YouTube にアップロードする段階でねこのスキントーンっていうのが結構抜ける傾向にあるように思うんですね、まあ、なのでちょっとねあのきつめにかけるようにしています。ということでねこれでまああのほぼほぼ完成なんですよ。であとはこのここでアジャストっていう感じで、あのここでまあ最後のところで修正をかけていくっていう感じで、まあ何しましょうかね、別にあの何もしなくていいと思うんですけれども、リフトを少し下げて、あとガマも少し上げてみます。こんな感じでいいんじゃないですか、別にこれで。はい、ということで今はねだいたいまあこんな感じでカラグレをしているっていう感じなんですね。なのでこれがまあ取っ手出しの状態で、今あのラットを当ててコントラストをつけてこうスポットをかけて、ブルーをちょっと変えてスキントーンを作って修正した、この6つのノートでこういう風な感じで生まれ変わるっていう感じですね。全然雰囲気が変わってきますよね。特にやっぱりこのスキントーンの部分でやっぱりこの12ビットローの恩恵っていうのを感じることっていうのが大きいですね。というわけでね、今のところ僕はまあこんな感じでブラックマジックローの素材っていうのを仕上げています。はい、ということでいかがだったでしょうか。あのここ最近はね、まあ、こんな感じでダヴィンチリゾルブでまあカラー補正をしているっていう感じなんですね。
でこれぐらいのねワークフローだと日々の動画制作でもそんなにこうなんだろう負担にならないというか、だいたいこうやることっていうのはこれぐらいで、あとはこうそれぞれのパラメーターっていうのを微妙に変えながらね、まあ、最適なルックっていうのを目指してね今も試行錯誤しているところなんです。やっぱりねこう YouTube で動画を公開するときに本当に難しいなと思うのは、ダヴィンチ・リゾルブの編集画面でうまくいったなと思ったものも、それがこう YouTube 上の動画として公開される頃にはイメージっていうのがね結構ねガラッと大きく変わるんですよ。まず最初にこうダヴィンチ・リゾルブで編集しているものっていうのを PC 上に書き出すわけですけれども、結構ねやっぱりこの書き出しの段階でもダヴィンチ・リゾルブのウィンドウで見ていた映像と全く同じっていうわけではないんですね。で何よりもそれを YouTube にアップロードする段階で、あの YouTube っていうのは独自にあのエンコードされるっていうこともあって、こうかなり色目とかも変わってくるんですね。あとはもうこう再生環境ですよね。PC で見るのかスマホで見るのかだとか、どういうモニターで見るのかとか、あとまあ YouTube を再生しているブラウザは何なのかとかっていうので、こう微妙にそれぞれね、色っていうのが変わってくるんで、まあ、なので本当にね、この YouTube でのあの色補正っていうことを考えると、まあ、終わりはないんだけれども、あの少しでもねこう自分自身のこう最適解に近づくようにあの改善を図っている最中で、まあ、ただね今のところはもうこれぐらいのこうワークフローで色補正していくのがいいんじゃないのかなと思っていて、まあ、その備忘録的な形で今日はあのご紹介させていただきました。なので本当にこうブラックマジックローを使っていて思うのは、たったこれだけの手間をかけるだけでこうガラッとねこれだけの雰囲気っていうのを作ることができるっていうのが、やっぱりこれがね12ビットローのすごいところだなというふうに思っていて、確かにねソニーの8ビットのカメラなんかと比べると確実に手間はかかるんだけれども、その手間をかけた分返ってくるものが大きいっていうのがこのブラックマジックローだなというふうに実感する毎日という感じで、あの今後もねこの BMPCC4K を使ってこの室内撮影っていうのをしていこうと思いますし、今日ね紹介したのはあくまでこの現時点でのカラー補正のワークフローっていうことで、まあ、今後ねいろいろと変えていくつもりではあるんで、まあ、その都度ねまたこういった形でご紹介できればいいかなというふうに思っています。というわけで、まあ、年の瀬ということもありますが、まあ、こんな感じで日々動画更新しておりますので、もし気に入っていただけましたらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺でおもかげでした。